なんだっけこれ。これ何？映画愛者のコリン。皆さんこんにちは、コリンです。ということで、今僕はどこにいるでしょうか。木だったりとかお花見えてると思うんですけど、実はめちゃくちゃ大都会の中にいます。ここは日比谷公園っていう公園で、東京の本当ど真ん中にある公園です。周りには東京駅があったりとか、いろんな超高層ビルのオフィスが立ち並んでたりとか、すぐ近くには天皇の皇居があります。ということでちょっとずつ見ていきましょう。さっき言ってた皇居なんですけど、それがこの辺です。向こうの方に天皇陛下が住んでいる場所があるそうです。昔江戸城っていうのがあったらしいんですけど、そこが今の皇居になってるみたいです。いい感じよ。こんな感じ。あの辺はオフィスが立ち並んでますね。で、ほら、めっちゃ走ってるマラソンの人たち。頑張ってー。今日人多すぎ。あ、めっちゃ混んでる。なんかこの雰囲気、ニューヨークの有名なさ、なんかグランドセントラルパークみたいな駅にすぐ似てませんか？はい、ミッドタウン日比谷っていう超高いビルの屋上テラスみたいなところに来てます。結構景色綺麗なので、こう見ていきます。見て、あそこでマラソン走ってる人。こう夕方とか夜に来ると夜景めっちゃ綺麗なので、次行きましょう。東京駅の方に向かって歩いてます。クリスマスだ。めちゃくちゃ寒い。で、ここはクリスマスのとか冬イルミネーションめちゃめちゃおしゃれなので、ということで、ここは東京駅です。これが東京駅です。ここに駅があって、ぐるーって一周するとビルがすごい立ち並んでます。結構いい感じ。はい、こんな感じで今日ざっくり回ったのが日比谷と東京駅です。ちょっとブラブラ散歩しに来ただけなので、今日はこんな感じでしたいと思います。